株式会社リンクスポーツエンターテインメント代表取締役社長鎌田より、ご説明させていただきます。はい、リンクスポーツエンターテインメント、代表取締役社長の、鎌田慎吾でございます。本日はお忙しい中、リンクスポーツエンターテインメント、平成26年12月期の、決算報告会見の方に お越しいただきまして誠にありがとうございます。はい、まずですね、この度、株式会社リンクスポーツエンターテインメントは、平成26年度、12月期の決算の報告なのですが、今から、述べさせていただきます。まず概況なんですが、売上高、5億4400、飛んで1763円、営業利益1411万8589円、経常利益、1582万6691円、税引き前当期利益、1582万6691円となりました。まず、今回の決算の、ポイントなんですが、まずですね、決算の方は、黒字決算という形になりました。2013年14シーズンから、着手し始めた、コストのコントロールの方ですね、こちらの方が影響し始めまして、利益の方が確保されたというような形になります。まず集客を第一に考えてきたという掲げてきたという結果で、入場者数の増加の方とおよびチケットの売上の増加につながりました。参考として資料の方を見ていただければ分かると思うんですが、2013年14シーズンの平均入場者数の方が前半戦ですね、平均が1907名、後半戦が平均2070名という形ですが、今シーズン2014年15年のシーズンの平均入場者数が今2月15日現在で2202名という形で、約まあ前半戦だけ見るとですね、300名ぐらいの平均入場者数が上がっているというような形になっております。スポンサー売上の方ですが、シーズンスポンサーの方は、ほぼ、継続の契約が実現できているというところですが、各試合ごとにですね、私ども、ゲームスポンサー、冠スポンサーという形で獲得をしているんですが、ここのところが少しこう減少をしているというような状況になっております。また肖像の売上ですね、こちらの方も、まあ、田淵選手含め選手の、肖像案件というところが、少し、減少になっていると。まあこれはですね、その時その時に応じてのスポットの部分になりますので、それが入ってくるか入ってこないかというところになりますので、まあ、そこの部分が今後また入ってくるとは思いますが、今回の年度に関しては少し減ってしまったなというような状況です。売上の商品別の構成比の概要や、ではですね、今の決算の方の売上高の推移と構成比のグラフ等々が2ページ目にもありますので、こちらの方を参考にしていただければなというふうに思います。以上になります。ではいくつかご質問あれば受けたいと思います。会社名とお名前をお願いいたします。高見社から。はい、最新の長谷川です。コストコントロールの具体的な内容、はい、ですね、まずは、ちょうど昨シーズンの始まる前にですね、まずは人件費の方の、リストラクチャリングという形で、会社の方針として出させていただきまして、まずそこが、昨シーズンでいけば、昨年でいけばですね、まず5月まで、その前のシーズンの選手たちの契約というものが、半年間残っておりますので、それが、新しい、まあ、選手の、編成に変わってから丸1年が、ちょうど今シーズンから効いてきているというところと、あとは、D ライズ、NBDL の方に所属していた、D ライズの方が、今シーズンから、私どもから山形の方に現地譲渡をしましたので、そこの部分がコストがだいぶ下がってきている部分ではないかなというふうに思います。
失礼します。はい。はい、三平の高橋ですが、今回の決算について社長の感想を。はい、今ですね、非常にその、まあ、バスケットボール界自体もですね、非常に、まあ、厳しい状態が続いておりましたけども、まあ、これからは非常にこう前に進んでいくような形になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ここをやっているときはですね、非常にそういった情報がかなりこう流れていたような状況ではあったんですが、やはり非常にこの栃木県という地で、ファンの皆様の厚さですとか、またスポンサーの方々のご支援の状況ですとか、またこういった形でメディアの方々にも、こう、取り上げていただけるということでですね、非常にその栃木県にいるチームとして非常にこういった数字の部分にもですね、跳ね返ってきているところがあるのではないかなというふうに思っております。またいろいろなホームゲーム企画ですとか、そういったところは、非常に私どものフロントスタッフの等なんかもですね、非常にいろいろな企画も考えて、それにファンの方々も喜んでいただけているなというところが、入場者数のですね、増加につながっているというところもあると思いますし、また選手、ブレクシー、マスコットキャラクターも含めてですね、まあ、日頃の、地域密着活動というところも非常に回数を昨年なんかよりもだいぶ多くですね、やっているというような状況の中で、まあ、そういったところで地元にしっかりと根ざしたチームというところが、まあ、体現しつつあるかなというところが、こういった形で数字に、残ってきているなと思います。私自身は、まあ、こういった状況の中でですね、このような形で決算報告ができたというのは非常に良かったなというふうに思っております。はい、この決算では、いわゆるその日本バスケットボール協会の国際の方から言われている問題がありますけども、はい、そういう影響というのは、今回の決算には、そこの部分に関してはですね、もちろんいろいろな部分でファンの方々にも、質問等々も受けておりますから、そういった意味では非常に、まあ、関心を、持っていただけているなというふうには思っております。そういったところで、まあ、今の私どものチームに関しましては、今そこで、入場お客さんが減っているですとか、まあ、こういった問題があるから、スポンサーをやめようという形で減っているとか、まあ、そういった影響なんかは出ていないんではないかなというふうに思います。はい、下月新聞の桜井です。はい、税引きの税引き前の当期利益というのが、昨年、昨期よりも若干落ちているというところで、はい、まあ、コストコントロールが効いている中で、はい、利益が落ちたというのは、ここに書いてあるように、例えばその スポットスポンサーですとか、そうですね、上場売上のその前の幅がそこに、はい、来てしまったという、はい、そういうことですね。差し支えない範囲で大型案件というのはどういうものをこう、いや、大型案件というのは特にはもちろんその大型案件というのがどこまでのが大型案件かというところはあるんですけれども、まあ、毎試合ですね、そのゲームスポンサーという形で何社かを募ってこうスポンサーを集めているんですけど、まあ、そういった部分が、例えばいつもより1社取れていないとかですね、例えば、もう2社取れていないとかっていう試合が、やはり何試合かこうあったりすると、まあ、結構な金額のボリュームになりますので、まあ、そういったところが少しこうあったなというところが感じられますね。ディーラーズの移転による数字っていう部分が、はい、この決算に関しては、はい、3月までディーラーズが栃木にあるという状態での決算なんですけど、はい、さらに今年の決算、まあ、来年のこの時期の会見に、はい、ではそのディーラーズが移転したことによる数字っていうのは今年よりも大きくなる、大きくなるというのは、マイナス要素が減るっていうか、マイナスが減りますね。はい、もともとかかっているコストが、約そこで減るわけですので、もともとその3月4月までかかっていた部分がまるまるなくなるというような状況になりますので、まあ、そこの部分は減るような形になると思います。数百万回で減るような感じですけど、大きい効果が出ます。そうですね、金額的にはそのぐらいの規模にはなると思います。はい、他にあります。はい。
先ほどありましたリーグの統合についてなんですけれども、はい、この社長の率直なご感想、まあ、5月までにチームを振り分けるという話も出ていますけれども、はい、これの率直なご感想と、あと今後チームとしてそのビジョン、はい、考え方ありましたら、はい、この後に、そちらの方はお話しさせていただこうと思ってますので、そのところで大丈夫です。今の質問に紐づく部分なんですけど、じゃあもう次に行きましょう。はい、今後のユニットチームのビジョンについて、はい、をさせていただきます。一番最後の、ページの方を、ご覧ください。まずリンク栃木ブレックスの今後のビジョンということで、まず理念は強く愛されるモチベーションあふれるチームということで、これは設立当初より、変わっておりません。こういったチームを目指して、まず基本ですねのところはしっかりとここを、やるようなチームで、頑張っていくというところで、ちょっとまずビジョンの括弧1というところなんですけど、先ほどの、ご質問にも、紐づくところでとは思うんですが、まず新トップリーグが2016年から17シーズンから、設立すると思うんですが、このトップリーグの方ですね、なんとかこの今階層制という形で、少し案がこう出ておりますので、なんとかこうトップリーグには必ず、一番上のですね、カテゴリーの、リーグの方には、入るというところを、目標にやっていきたいなというふうに思います。またトップリーグの方が出来上がるというところで、2016-17 年シーズンですけれども、まあ、非常に先日の川口さんの会見等々であるときに、あんだけのこうメディア等々も巻き込んでいただいて、まあ、かなりこう注目が集まっているというところでは、私どもとしても非常にこうチャンスの時だなというふうに思っておりますので、まず平均入場者数というのも3000人以上は、確保していきたいなと思います。まあ、今平均で、2200名になりますので、約平均で800人ほど、増やすということになりますので、もちろん今まで以上のですね、チーム努力がありながら、リーグとしての、そういったブランド力ですね、そういったものも使わせていただきながら、3000人という平均入場者数を、しっかりと確保していきたいなというふうに思っております。はい、また、括弧3ですね、誰もが一度は見来たいと思うエンターテインメントの定着化ということで、まあ、私ども、会社としてですね、こういった形で、決算報告をさせていただいておりますので、なんとかプロ、バスケットボールのですね、アリーナスポーツの、エンターテインメントというところに、少しずつですね、しっかりと統治を知っていきながら、皆さんがファンの皆さんが来ていただいて、また来たいなというふうに、また一度は行ってみたいなと思ってもらえるような、エンターテインメントを、しっかりと定着化していきたいというふうに思います。そして続いて括弧4ですね、地域密着活動を、年間250回ということで、今現在でも250回以上を、こなしてはいるんですけれども、まあ、あとは内容の部分ですとか、そういった部分をですね、より今ブレックススマイルアクションという形で、いろいろな、行政、まあ、市民の方々の、問題、そういったところにしっかりと、私どもでやれる範囲のことをやっておるんですけれども、まあ、もっと内容もですね、いろいろな部分が出てくると思いますので、そういったところをしっかりと掘り下げて、しっかりとした地域密着活動を年間250回、やっていきたいなというふうに思います。また括弧5ですね、育成事業の強化ということで、栃木県出身のブレックス選手、ブレックスの、選手と、またオリンピック選手、日本代表選手のですね、輩出をしていきたいなというふうに思います。今現在私どもも、バスケットボールスクール、バスケットボールクリニック等々、やっておりますけれども、また今は県協会、栃木県バスケットボール協会様の方と、組んでですね、アンダーカテゴリーの、選手の育成というものも2月から、スタートしているような形になっております。まあ、そういった部分を、しっかりとやってですね、しっかりとその地元選手、
地元の、バスケットボールの強化というところをにしっかりと私ども関わっていって、で日本代表の強化ですとか、今のトップリーグに、入っているチームの強化ですとか、そういったところにしっかりとですね、私どもも、貢献ができているという状況を、作っていきたいなというふうに思っております。また括弧6ですね、先ほどの、育成の部分にもつながってくる、オリンピックのところにもあると思うんですけれども、括弧6は、2020年の、東京オリンピックの、出場チームのですね、合宿誘致プロジェクトというのも、進めていきたいなというふうに思います。私どものチームとしてもいろいろなあの国の、コーチであったりとか選手というところとの、つながりという部分もありますので、今あのそういったところも県の方からもですね、少しそういったパイプで、なんかこう誘致できないかなということも、ご相談を受けているような状況ですので、そこはあの私どものできる範囲内で、こういったところにしっかりと、貢献をしていきたいなというふうに思います。括弧7の、プラクティスアリーナ、リンクとチームレックスの専用練習場というの建設ということで、ここはあの今現段階であのこういった形でここにとかっていうのはないんですけれども、いずれはですね、選手たちの、しっかりとその練習場、決まったところでできると、いつでもシューティング練習ができるっていう環境をやっぱ作るっていうことも強化の一つになると思いますんで、そういったチャンスであったりとか、ところがあれば、そういったところにしっかりとアンテナを張っていきたいなというふうに思っております。はい、今後のビジョンということで以上になります。はい、ご質問あればいくつか受けたいと思います。はい、先ほどの一番上のトップリーグカテゴリーに入りたいということだったんですけど、はい、現在その一番抱えている課題としますと、どんなことが挙げられますか？そうですね、今の現段階でいくと、まだその3月の初めあたりに、4日ですかね、に大体募集の要項がこう決まってくるという状況ですので、まずそことちょっと照らし合わせないとわからないなというところにはなってくるかなというふうに思います。はい、この今後のビジョンというのは主に来年 の、 そのトップリーグ開幕というところを見据えてのものなのかなと思うんですが、そのトップリーグに関しては、はい、今年の予算が、1月1日から実行されているので、はい、今年の予算の中でこうあの新リーグに向けたこうあの予算措置というか、これはその新リーグに向けてあのちょっとこう予算取っとかなきゃねとか、そういう、 こう新リーグができる上で今年の予算が動いた部分というと何かこうあったりしますか？今年は新リーグができた、はい、できる上で今年からそのなんかこうなんでしょう、お金を予算として今年こんだけ確保して、今年のうちにその新リーグに入る準備の、はい、予算を、そうですね、そこもなんで3月4日に、はい、そういった形で多分あの決まってて、はい、まずはその参入ができるかどうかっていうのも5月あたりに決まるとは思うんで、はい、そういったところからの、スタートにはなるかなというふうに思います。はい、もう今日この本年度決まった本年度というか1月からスタートしている予算の中で、はい、まだ新リーグに向けた項目というのは特に作ってない状態です。今年の今の状況では作っておりません。その3月を見て、はい、その予算を動かしてというか、その追加で、そうですね、15、16シーズンは、基本的には今の状況になりますので、今の、NBL にいる状況の予算はしっかりと効果計画は立っているような状況ですけれども、その新リーグが、どうこうなんでこういう予算を立ててますということは今のところはしていないですね。もちろんそういったところで予算化しなくてはならない部分が出てくれば、そういった形で予算の計画っていうのは変えていかなくてはならないとは思うんですけれども、はい、毎日新聞の田内と申します。今の話に関連するのかもしれませんけれども、先日川口さんが会見をされて、はい、ビジョンを掲げていらっしゃいました。その中で、所長として特に共感できる
とか、まあ、今後に向けて何か展望が開ける手応えを得るような何かありましたか。そうですね、やはり川口さんのお話しされていたその地域に根ざすという部分は非常に私どももやっているところではございますので、まあ、地名の入っているプロチームでやっているというところに関してはやはりしっかりと地域に根ざして地域の皆さんと一緒にチームを強くしてでしっかりと喜びを分かち合えるようなチームにならなくちゃならないというのは非常に共感を得ています。またまあ、もちろんそれだけでは難しいと思いますのでしっかりとその支援を受けれたりですとかまたまあアリーナのお話も出ましたけれどもまあそういった形でしっかりその5000人というところをまあ目標になのかどうなのかはあれですけれどもまあしっかりとそこで入場者数というところもこだわりをしっかりと取ってでチケット収入興行収入もしっかりと得られるというところまあそこはまあ、本当に私どもも今集客というところも非常に重点を置いてやっておりますので、まあ、それがあってスポンサーですとかメディアですとかそういったところを取り上げられたりですとかそういったところも増えてくると思いますので、まあ、そういったところは非常に私としてもこう頑張ってやっていきたいなというところは感じました。決算報告会見は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。